皆さん知ってましたか？テーブルマナー講座で教えてもらったんですけれど、人と喋ってるとき、ご飯を食べてるとき、言ってはいけない話題、それは野球の話、まあ、てか多分スポーツの話、そして、政治の話、あとは宗教の話、それに加えてさ、みんな的にさ、これは話したらいけんやろって思う話ある？そう、野球ってダメなんだって。なんか殴り合いが起こるらしい。キノコタケノコ、ああ確かに VTuber ダメなの？友達の別れ話、下ネタダメなん？めちゃくちゃ仲良くなれるきっかけやと思うけどな。初めてキスをした年齢、うわ生々しい。愚痴、お金の話、プリング論争ダメですね。うわ、この人めちゃくちゃ仲良くなれそうって思っててもさ、は？〇〇は受けっしょ、は？〇〇は攻めっしょ、はい解散ってなるもんな。そこで分かり合えないともう仲良くなれないもんね。確かに大変だね。喋ってはいけないこといっぱいあるね。うん、カレーは牛肉か豚肉かとか、なんで鶏肉がないん？なんでなん？なんでなん？なんで鶏肉ない？チキンカレー美味しいじゃん。シーフードは？カレーは鶏肉やろ。そうやで、めちゃくちゃとろけてホロホロになったチキンカレーが美味しいじゃろがい。鶏肉やろ。ここで論争が始まってしまった。こうやって戦いは生まれるってわけか。たこ焼きの味付け、たこ焼きの味付けはそりゃあ明石焼き一択っしょ。だししか勝たんっしょ。関西やで、だしっしょ。明石焼きってたこ焼きなん？は？たこ焼きやろがい。明石焼きはたこ焼きやろがい。明石焼きってたこ焼きなんだ。タコ入っとるで。タコ入っとるで、明石焼き。タコ入っているん前提だから。明石焼きってたこ焼きじゃないん？だってさ、明石焼きってさ、そのソースとかをかける前のすっぴんの状態で出汁につけて食べるんじゃろ？だからもうたこ焼き自体そのものはできとるってことじゃない？たこ焼きの足、まずい。明石焼きって何？明石焼き知らんの？みんなお出汁で食べるやつだよ。明石焼きは明石焼き。生地が違う。そうなの？やばい。そうなんだ、明石焼きは明石焼きなんだ。うち何のたこ焼き好きなのって言われるたんびに明石焼きが好きって言ってたけど、じゃあ違うのかな。そうだぞ、反省しろよ。でも明石焼きは美味しい。平和的解決。はい。だから明石焼き詰められて泣いてんのくさ。